とりあえずテレビ灯もした誰かが誰かを殺したって誰かの親が叫んでいた。何のために生きてるんだっけ。冷めたコンビニの弁当、そのニュースと胃に流し込んで明日を思う。目覚まし時計が救った。やかましいなぁ、イライラしてきて力任せに黙らせた。あーまたテレビでは昨日起きた殺人事件が流れてる。全部は朝飯と流し込んで占い待つ。Spiral.